はい、こんにちは。ということで、今回はこの本です。酒井三郎空戦記録ということです。この名前を聞いてピンときた方、酒井三郎さんという名前を聞いてピンときた方、かなり軍事情報に詳しい人です。ちなみにこの方はですね、プレイボーイ の、 人生相談ですかね、あれにもやってみえたんで、それで知ってみる方も見えるかもしれません。この本は1993年に買いました。第3版で当時売れてたんですよね。2000円ということで、かなりですね、この分厚いですからね、通の人じゃないと読まないと思いますけど、私はこの本は買ってます。数買いました。この本はね、本当涙なくしては読めない本なんですよ、実は。と同時に、日本人のこの誇りをね、誇りっていうか、こうじゃなくて、プライド、その人をふんぞり返って、人を下から見るんじゃ、上から見るんじゃなくって、こういう目線のプライドっていうことですよね、それを持つという意味で大変素晴らしい本です。こういうふうにね、酒井先生のね、有志から印刷工場やってみたらしいんです、終戦後はね、その時の姿、確か YouTube にも若干ドキュメンタリー的な動画が残ってますんで、皆さんよかったら検索してみてください。この顔がもうすでに素晴らしいじゃないですか、本当に。私ね、これ2000円しましたけどね、安いものだと思いましたよ。ただ当時すごい白球でね、もう非常にね、これも著作権あるんであんまり見せれないですけど、こんな感じでゼロ線が飛んでるということでね、これがね、酒井さんが乗ったゼロ線らしいです。これ右下のゼロ線が、泣けてきますよね、これ本当に。こうやって見るともう本当泣けてくる。このゼロ戦のね、コクピットね、もうすごい狭いですよ、これ。ものすごい狭いとこ、これで2000キロかな、1000キロぐらいは、1000キロかな、800キロかな、とにかく片道行くということで、信じられないような航続距離なんですけど、ちょっと前書きをちょこっとだけね、この酒井三郎空戦記録、これからね、出版社は講談社という、これからちょっと読みます、朗読しますね。著作権はこの本にありますんでね、私は本書を昭和25年1950年春に書き始めたということで、端折りますけども、当時ね、日本全土はまだアメリカ軍を主軸とする連合国軍の保障占領下、要するに占領されてたオキュペーション、GHQ 連合軍総司令部、すなわちマッカーサー司令部が日本国民の上に生殺に立つ、生きる死ぬ自由にできるという権限を持って君臨していた時で、日本中が敗戦の痛手という重圧で押し潰され、意気消沈の時代であったということでね。でちょっとここ略して、これかいつまんで言いますと、当時また GHQ がですね、戦争犯罪人の追及をしているような感じの時ですので、こういうものをまとめて出すということ自体が非常に危険なんですよ。犯罪、私はこんな犯罪を起こしましたよ、ここでこういうふうに撃墜しましたよっていうことになっちゃうんでね。だけどこの人はあえて出したんですよね。そういう出版社のね、社長のこの何て言うかな、この取材出してみないかというのに応じてね、何事をなすにも天の時、地の理、人の輪が整っていなければならない、ちょうどそれが今だと感じたからだ、ね、もちろん時が経てば記憶も薄れ資料も散逸するということを書いてあります。でですね、ちょっと目次をね、ちょこっとだけ読ませていただきます。目次、第1章日華事変かっこ日中戦争、第2章太平洋戦争、第3章ラバール航空隊、ここからラバール航空隊に見えたんですよ、から第4章訓練、第5章、これは珍しく
作家しようかな、ちょっと僕ちょっと自分よく分かんないですけど、ここね逆のあの官庁満庁の書と書きましてですね、私ちょっとよく分かんないですけど、中身はガダルカナルの空戦、硫黄島の大空中戦、硫黄島第二戦、硫黄島戦闘機体の全滅、から自然界の噴戦、終戦ということになってます。ですのでですね、まあ、ほとんどこの酒井さん、酒井先生と言ってもいいんですけど、この人のまあ空中戦全部書いてあるんですよ、これに。訓練の時から、これはね、非常に貴重な本だと思います。皆さん、こういうのに興味のある方はぜひ手に取ってみてください。ではまた次回お会いしましょう。